わらららららら始まるよ。月曜日のニュージェネビーキー、本日はクラブナイトのこの面々でお送りしたいと思います。よいしょよいしょ。あ、では初めましての方も多いと思うので自己紹介から参りたいと思います。見てるぞ石川より代表代表代表加古賀さんじゃあ、はい、両一からいこうか。自己紹介、はい、両一です。バレーやってますこんな感じ。え、勝手こんな感じ。自己紹介、自己紹介だぞ。あ、もう終わり。自己紹介って何言うもん。あ、じゃあナイトのシリュウです。ほい、はい、うん、終わり終わりお前も変わんねえじゃねえかよ。えーはい、ではクラブナイトのマサトと申します。お手本。好きな食べ物はもっと喋っていこう。ぼんじりです。よいしょよいしょ。焼き鳥ね。歯を出せキングだぞ、今日ナイトだぞそれな、スタッフさんしか笑ってねえスタッフさんしかいないし。ちょっと僕は姫木出せ、夜姫木なコメントに敏感に反応していこうと思いますはい、なんか偉そうに言うのもあれなんですけど、僕がちょいちょい出させてもらったんですけど、りょういちくんとしりゅうくんが生放送、うん、初出演ということで、うん、そうですね、二人ともすごい緊張してるみたいなので、うん、温かいコメントをね、サラ出せ、サラ出したらほとんど放送事故あいつはダメだ。え、しりゅうこの間出たんじゃないの。ああ、そうだ。え、でもまた違うやつです。うん、でも大体一緒だよ大体一緒、大体一緒。お酒作るの俺なのね。あ、そうです。後輩感が出てる。覇王の彼女出せ、それは知らねえ本当に知らねえ。大体なんか夜の店のなんかお姉ちゃんでしょ。あ、頑張ーい。よいしょ、頑張ーい。そんな、まずはですね、りょういちくんが今月、はい、なんだっけ、リアバですね。よいしょよいしょ。何日何日何日、4日後の、もう3日後になるのか、15かな、15日ね。お前が言う、お前が言うの。おう、15日に何歳になる。25になります。おお、もう20代も半ばですね。25歳になると。うん、じゃあ25歳の抱負は。抱負、うん、抱負はそうですね、ナンバーワンになってみたい。見たいちょっとぬるっとしてる。ちょっと急なもんだからね。あ、何歳サバ読んでるっつって。何歳サバ読んでるまあ確かに、ね、正直に言おう、正直に。見た目はよく言われるのは28 28に言われるけど25になりますね。あ、リアルなんだ。リアル、リアル。赤くしてないと。そう、知流25歳になるとき何してた俺が25のときは、うん、バレーやってましたからね。あ、お前バレーやってたんだ。このくだりで広げたら絶対お前が見たかな。何その雑な感じバレーやってましたね、じゃねえ。シリュウこの間20歳になったもんね。そうですね、先月20歳になったばっかり。あ、20歳になったばっかりで、うん、リアル。そうだね。なんだ、11月で20歳になるんで、祝いをね、待ってもらえればと思いますんで、ぜひぜひ皆さん、15日ですね、14日の日付変更から7月の15日、りょういちくんの誕生日祝いに来てあげる。まず誰だよって話だもんな。間違いない。まあ、ポールモールくれたら喜びますけどね。ああ、タバコね、うん、タバコ吸うもんね。そうですね、ポールもね。コウガ出せ、コウガコウガコウガ見てんだろ。出てきそうな勢い。コウガ見てんだったらなんかそのコメントくれやな。もうな、
もうなんかもうさ、新人たちばっかりだと思ってさ。そうなんです、あのクラブナイトで今在籍してる面々の中で葬式会議そう、あの一番歴の浅い3人なんですね。龍一絶対知り合いじゃん。違う違う、陽一な、そう、陽一な。知り合いが今何ヶ月だっけ。今1ヶ月半です。1ヶ月半。龍一が、うん、ちょうどリアバぐらいで5ヶ月経ちます。あ、そんな経つんだ。うん、そんな経っちゃう、意外と。あ、そう、うん、新人臭さは抜けないですよね。うん、葬式帰りって言われるぐらいだからな。服だ、服、それは服。もう服、もう2人が私服じゃない、私服だからね。それはもう完全にもうラーメン食ってきたってだけだから、うん、僕はちょうどあの半年を経ちました。さてさてさ、サラさんは登場しない。スタッフさんしか笑ってない。龍一ラーメン来てる。龍一が止まんないな。なんでね、とりあえず言えることはですね、あの新人たちで、まあ、トークテーマをですね、うん、特に設けてないので、うん、まあコメント欄からいただけることにですね、あ、答えていこうかなと思いますので。あの打ち合わせの雑さといったらすごかったですね。そうだね、適当だからね。お、新人の前職は、あ、ホストを始める前に何をやってたか。なるほど。じゃあ龍一からいこうか。僕はバレーボールのコーチをやってました。龍一が、龍一な、龍一な。、うん、そのくだりうちはしかもんまあなんか身内がね多そうだしけど、バレーボールのコーチ、バレーボールのコーチ。へえ、結構バレーボールやってるの自体はなかったんですけど、うん、そうだな、ホストを始める前の1年半ぐらいはそのちっちゃいお子さんからはそのまあね、ちっちゃいお子さんから、そう、ロリコンなの。視聴者は早いよ、視聴者早いよ。コーチが今ホストやってるってみんな知ってんの。女子中学生の。こう、みんなね、コーチって教えた時の、まあ、教え子とか、まあ、僕の、まあ、ファンみたいな。ファンがいんの。まあコーチだとね、いたり、したりだみたいな。じゃあ、ファン何人いる今。いや、コーチ時代のファン、そんなざっくり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 、うーん、20人くらい。おおほうほうほう、ファンが20人いて、今お客さん何人いんの。今お客さん、お客様が来て、僕指名でね来てくださるお客様が、うん、まあ2人。よいしょー、グイグイ、はい、グイグイ、よいしょ。5ヶ月でね。シリュー、久しぶりにラクロスしようぜって書いてる。誰分かんない。え、じゃあ、シリュウの前職は。俺は、もともと、H&M の。ああ、そうなんだ。そうですね、ショップ店員でしたね。へぇー、 H&M なんだ。そうなんです、アパレルが本当にやりたくてやりたくて、ああ仕方なかったんですけど、H&M のキッチンって。キッチンあるけど、あるけど、あるの、あるの、あります、あります。普通に休憩室、休憩室があって。あ、そうなの。シリはもう完全になんかもう2枚目キャラで座ってるからね、うん、全く面白いこと言わないもんね。いやいやいや、料理していいんだよ、キッチンで。休憩時間に。シリなんかさ、はい、ちょっとなんかお高く泊まりすぎじゃないって俺は思ってたの。本当は面白いしバカじゃん。はいはい、まあ確かに、はい、なのに全然喋んないじゃん。そう、ほら、もっとボケようぜっつって。緊張しますよ、俺は。マジ。お前は、はい、来た、ジオンみたい。お、これ待ってたみたいなとこありますからね。コウガさんね、あれは。あげてくれてるんですかね、クールな人で。あの、シリはあのクールぶって、姫様の前では結構熱いんで。そうそうそう、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ここまで僕らの話振ってくれてますけど、正人さんは逆に。もう前職、うん、前職ね、いっぱいあるのよ。そう、だから聞きすぎて、前職って何なのかなって気になったんですよ、うん、どれがいい、古着屋の店員か、ユニバーサルスタジオジャパンの店員か、うん、吉本興業に勤めてた時か、うん、ジャンソーの店員か、うん、喫茶店の店員か、あと何があったか、ダーツバーの店員か。え、直近だったらどこなんですか。直近は俺ね、古着屋。へぇ、古着屋。あ、うん、2人ともじゃあアパレルなんですね。そうだね。へぇ、タクトに一言。タクトに一言。うんこ漏らすな。
それだけだな。そう、俺はもう前職が多すぎて、うん、特になんか元々何やってたって聞かれると困るね。まあ困る困る。けどパッと見なんか多分だけど、マサツさんなんかホスト歴が僕より先輩なだけで年下に見えてるんじゃないかぐらいの。あー、僕何歳に見えますか？知らない人。確かに知らない。これ知らない街になっちゃう。98、うんこもやってた。石川代表にモノモス代表、ほんといつもお世話になってます。もうほんとにほんとに、ほんとにほんとに給料だけね、給料だけあげて。98歳。もうちょっと真面目にコメントくれや。なあ、何歳に見える？44くらいかな。おー、話聞いてた。真面目に真面目に。だから僕が25の設定なんで、じゃあ25、20歳、35。おお、だいぶ下がってきたね。もうちょいもうちょい。吉野家のタトゥー知ってる？甲賀さん。知らない。あ、知らない？全然知らない。甲賀さんがね、昔ね、タトゥーを入れたのよ。はい。プーケットに行った時、はい、すでにスタッフさんが笑ってるけどその時に足の裏に、はい、吉野家っていうタトゥーを入れたのよ。へぇ、なんかちょっと1週間ぐらいで消えるやつとかですか？いや違う、ガチの。ガチですか？ガチのタトゥーを足の裏に。あれって今でも入ってるんですか？なんかね、今ね、何年か経って、だいぶ薄れて、吉野家の脳ぐらい、土踏まずの部分だけ残ってるって言ってたけどえ、タトゥーなのにそんな薄くなるんですか？なんか足の皮だからなんかなくなるらしいよ。でも、吉野家の次の作品知ってます？石川甲賀さん、うちのクラブナイトの石川甲賀幹部の、うん、吉野家の次に、そう、今年プーケットに行って入れてきたのが、ここのね、ここ立つじゃん、この、ここの、ここに、あ、こっち、こっちの方がある、ね、ここにペヤングの横に書いてあるビッグっていう吹き出し付きのビッグっていう入れ墨を入れて帰ってきて、まだ俺、生では見たことないけど、さすがにてっきりシールなのかと思ってました。あるな、リアルに入れ墨入れてるらしいよ。そうなの。うん、28、12、もう誰もコメントくれ、あ、20、またそんなの入れた、あ、そうなんよね。龍介とレフトとタクトと見てる4、石川。あ、やばい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 、ちょっと急に緊張し始めちゃったんですけど。あ、星座な、星座にね。そうね、俺はちょっともう喋りすぎな感があるから。マサトはどこに何入れてるの？そうだなぁ、シリュウどこに何入れてるの？俺ですか？うん俺、内ももに、うん、おぉ、ライオン入れてますね。へぇ、どう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 ほんとだよ。この間僕初めて2丁目に飲みに行ったんですよ。うんうん、おぉ、ちなみにこの3人で、うん、それな、それな、知ってる話だな、たまたま、そうそうそう、知ってる話だなって思った、ねね、初の2丁目、そう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 、いや、本当に単純にご飯3人で食べてて、ちょっと行ってみたことないところにせっかくだから飲みに行こうみたいななって、そう、おかまにモテそうな3人でしょ、自分たちというのもあれだけどそうね。で、一番イケメンって言われたのが良一だった。そう、まさかのね。そう、いや、まさかじゃない、どう誰がどう見てもそう、なんだ、誰がどう見てもゲイにモテ顔よ。いやーね。で、その良一がオカマちゃんにこう、え、マジイケメンタイプって言われて、反応がそう。そんなんだったっけか。ゲイチゲイチは言い過ぎ。まんざらでもね、普段あんまりそんなまっすぐイケメンって言われることがないから。そうだね、ゲイチ、ゲイチいね、ゲイチいね。だって普段なんかはだってね、モコミチ会のゲノジョーだとかね、そういう扱いだから。モコミチ会のゲノジョー、ゲノジョー、ゲノジョー、モコミチ会ってあるのね。モコミチ会があります。モコミチ会があって、まあ、ジョーのジョーになるとモコミチぐらいなんでしょうね。あ、ジョーのジョーがモコミチ、まあ、モコミチになるんでしょう。逆にあれだもんね。え、いつもどこでモコミチ会開いてるんですか？違うんです。かいちげーだかいちげーだ、それあ、CM に。それでは一旦 CM に参ります。どうぞ。
な俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク熱いね。イオンインク。オフ感がすごい。おーすごーい。ゲイイチの下りでまっすぐ俺に LINE が来たよ。ゲイイチ面白いってコメントじゃなくて LINE が来たからね。いや、待って、このまま俺放送終えたらゲイキャラで俺今後やっていかなきゃいけなくなっちゃうんですよ。え、でもさ、はい、俺強いと思うよ。その恋愛対象が女の子だけだから、はい、お客さんが女の子しかつかないわけじゃん。まあ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 、まあ、だから恋愛対象が男もいけるようになった瞬間に街歩いてる人間全部恋愛対象よ。あ、最強じゃん。ハーレムじゃん。そう、2倍で。ハーレムじゃん。2倍2倍。むしろ戦ってじゃねえよ。働いててさ、うん、一応そのホストクラブってもうイケメンしか働いてないわけじゃん。うん、イケメンに囲われて働けるんだよ。気をつけよう、終了。だから、そもそもだから、モテたっていうか、まあね、イケメンって言われただけじゃないですか、言うても。ねえねえ、真面目か。でもね、こんだけ言いながらね、りょういちくんね、最終的にそのオカマとチューしてましたからね。それだから言おうと思って触れなかった。触れなかったのに、ほら、加速するから、そういうこと言うと。マジチューしたいとか言われて。いいのとかつってまんざらでもなくね。いいのまんざらでもなくノリノリでじゃなくてノリノリで。そうそうそう。や、逆にシリュウはね、なんかそのもうオカマちゃんからもうこう、え、だってモテそうみたいなね、うん、モテそうすぎてオカマバーのママにガチで説教されてたもんね。あなたはここで接客を学んでいきなさいみたいな。顔はいいんだからみたいな、今後絶対売れるからみたいな、ね、間違いない。店員にスカウトされてた感じですね。いや、そっちもありました。シリは実際どうなの？女の子がいるじゃん、はい、男の子っていう生き物いるじゃん。はい。どっちが好きなの？いや、もちろん好きなのは女の子なんですけど、うん、ですけど、なんでどう思ったの？なんでどう思った？いや、面白いですよね、あそこの環境も。あそこの環境も、ゲイバーの環境も。なるほどね。ワンちゃん男もありってこと？え、そういう意味じゃなくて、うん、そこに入りきるっていうのも面白くないですか？あそこの環境で。ああ、なるほどね。俺はもちろん、あの、もちろんだけど、こんだけ言うからには、あの、ゲイとラブホテルに行ったことはある。だって一番ゲイに近いよ。ゲイに近いじゃん。ゲイじゃねえよ。人種違う。違う。本当に、これはあります。まだあの、大阪のバーで働いてた時に、うん、まあ、俺があのヘルプで手伝いに行ってたバーのその友達というかで、近所のオカマバーの売れてるキャストさんみたいなのが、お店遊びに来て、はい、今晩人はマサト君をこう好きにしていいんだったら私はシャンパンを入れるわみたいな。お、そう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 。で、まあ、もちろんオーナーからマサト、いいって言ってみたいな。あ、もちろん僕も酔っ払ってるし、いいですよと。あ、言ったところ、まあ、シャンパンがこうポンポンポンと開きまして、まあ、散々飲まされまして、うんうん、で、ベロンベロンでもう気づいたら、まあ、ベッドの上なんですね、全裸で。ちょうどお風呂から上がってくるんですね、シューッ、お待たせーっつって。待ってねえよと。怖い。バスローブ巻いてるんですね、胸ないのに。そうそうそう、ちょっとイラッときますね、それは。そうそうそう、体を。イラッとすんなよ。いや、だってこのこれでバスタオルここで巻いてたらイラッとしません？なんで俺、うん、俺身長俺の中身俺180だから。ああ、そう、うん、後ろ姿完全に女の子、うん、ただ声俺より低いが、まあまあまあ、そのまあね、こう来て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 、一番悲しかったことは
俺なぜかビンビンなのよ。なんでか男の裸見て俺元気になって。これいいかな電波に乗せて。まあいいか、時間も時間だしね。時間帯的にはさっきなんかアンケートやろうよって名前入りでレフトさんから、レフトうるせえバカ。酒飲んどけ。まあまあそれでね、大興奮じゃん、大興奮じゃん。そうそうそう、もうギンギンなわけよ。でそこに岡間ちゃんから最後の質問よね、本当にいいのと。一応ね、一応ね。もうそこまで来たら俺いいよって言わなきゃ男じゃないと思って、あいいよっつって、そしたらまあこうあのねヘルメットつけて、潤滑油を塗って上に乗りました。5分で諦めました。僕の腕枕に戻ってきました。どうしたのって聞いたら、こんなのでかすぎて入んないっつって。よいしょよいしょ。何がよいしょか分かんないけど、何がよいしょか分かんないけど、そう、うん、だ俺のだからマサトの、マサトは女の子じゃないと無理だぞっていう、あ男なんかに満たせるものじゃないぞと。深い感じで締めてるけど全然違うから。全然違うから。え、シリオってチンコでかいの？そんな雑草あります？超雑草。そんな投げ方あります？実際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 、まあ大きい大きいかって言われたらまあ否めないですね。あ、否めない、否めないですね。あ、大きいんだ。まあ割とそうですね。両一の両一は大きい。両一の両一は、両一の両一は、両両両一な、両両ちょっとね、両一はめっちゃ大きかったねって書いてあるよ。誰や、絶対身内からのもう爆弾だよね。この前のゲイバーの子かな。あーゲイバーの子かな。先帰ってたもんね。先帰りました。みんなで帰らずにね。先帰りました。なんあれなんで、やっぱりやっぱりそれ違うじゃん。ないないない、それ違う、違うじゃん。ない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 、それだって言えないじゃないですか。いや両一180センチあるじゃん身長。両一の両一は何センチあるの？両一の両一は、うん、あの実は俺中学校の時に測ったことがあってリアルに定規やってたんですけど、うん、16センチ。さあよっしゃー。聞こえたかな、聞こえたかな、大丈夫かな、測ったんかい。リアルかよ、うん、リアリアルに測っちゃう。あの時の虚しさといったらすごかった。なんでなんで、虚しかったの？虚しかったの？一人で定規やっててる俺。どうすか、どうすか、知らんわ。知らんわ。どうすかってない、ね、まあ、今日彼これ中学も10年前とかになりますからね。そうか、そう、俺中学も13年前か。そうなる、そうなる。ああ、もう27歳です。ところであの両一今日泊まりに来るの、来るなら飲み物買ってきてる。こういうのどうなの、完全に見てるナイトのメンツからの。いじりながらね、これ。あれ、これって拾わなくても、うん、流れてる。あ、流れてる。あ、そうなんだ。ニコ生で見てる人にはこう流れてるとは思う。あ、そうなんだ。そうそうそう。あ、じゃあ、もう、ね。完全に身内のあれだ。そうなんだ、ね。知り唯一。なんかコンビ名みたいに出てきたけどね。なんか一緒にされたくないな。うるさいよ。でもうるさい。実際どうなの？ 15 日さ、リアルバースデー迎えるわけじゃん。うんうんうん、で、ホストとして、誕生日を迎えるっていうのはまた今までの誕生日とまた別じゃん、うんうね、うん、どうなのその心意気じゃないけど今の心境じゃない。いやー、まあその緊張はしますよね。緊張っていう、お客さんが2人の俺リアルバスでお茶引いちゃう疑惑もね、泣きにしもあらず。どっちのこと、14日のこと、15日？それ両方呼ぼうと思ってます。あ、両方お客さんを、まあ、呼ぼうじゃないですね、来てもらえたらなと。そうそうですね。言うてもそのだからなんか僕の中でどっちかというとその14日から15日になる時。14から15、日付変更ね。マイク入るじゃないですか、マイク。ああそうだね、そう、林くん日付変わってリアバイよいしょ、うん、時にその僕あの通路から出てきてどうもってやりたくないなって思って。あ、ちゃんと揃って、卓に座った状態で。そう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 、なるほどね、ヘルプじゃなく、そうそうそう、そこに姫様がいた状態で、そう、ソファー側でね、迎えたいなっていうのはやっぱありますね。あ、体調管理からしっかりしてくれない。え、そこなんだ。そこなんだ。コンディション調整して。あ、俺休まないようにね、うん、休まないようにね、しっかりしないと。そう、やかりこれけど僕とマサさんね、無遅刻無欠勤ってね。俺らね、無遅刻無欠勤だけど。両一さ、
実際さ、どうなの？何がすか？誕生日変更するじゃん。うん。お前多分さ、お客さんいなかったらさ、ガチでテンション下がるじゃん。まあまあまあ、そう、まあそう。割と分かりやすくへこみますからね。その場合は、じゃあ、どうする？シリュウ。いじる？いじったらちょっとガチでへこみそうじゃん。でも、あえていじった方がいいかもしれないですよね。そこは、博多天神行きましょう。なんで俺だ。なんでここが敬語だ。博多天神行きましょう。そう。最近一番僕が個人的に不思議なことなんですけど、入って1ヶ月半のシリュウ。で、入って5ヶ月の、りょういち、うん、1ヶ月りょういちに敬語使ってたよね。そうですね。いや、そんな長くない。いや、そんな長くないですね。3日ぐらいやったよな。ほんと？最初の3日はちゃんと敬語で。最近完全にタメ口になってるじゃん。うん、何かあったの？いや、それでもまだ敬語は使ってくれるじゃん。はいはい。そこなんか、異様に最近仲いいじゃん。はい。なんでなの？なんでなんですかね。いや、お前が好きなんじゃない？お前が好きなんじゃない俺のこと。やっぱゲイは言うことがちょっと。さすが。言うことが違う。違う。いや、りょういちさ、その誕生日もさ、そう、さすがゲイイチっていうぐらいだからさ。で、女の子呼ぼうとしてるからお前間違いなんだって。あ、なるほどね。それが根本的にちょっと違うんだよ。だから急に食いつく。4日後までにもう一回ゲイバーに行って、ちょっとベロンベロンの状態だから、俺14、15のバースデーなんだよねっていう話をして。いや、だからマサスさんみたいなのあるじゃないですか。ん？何か。その後、来てくれるならみたいな。何？来てくれるならみたいな。関係あるならみたいな。関係あるなら、俺が関係持ったとでも言いたいのか。違う。逆に言うてて。出てる僕は未遂だよ。ああ、そうかそうか。ていうか1分前だ。早いな。意外と早かったっすね。ダメダメ。ゲイ呼べばよーし。じゃあ、まあまあまあ、一応ね、今日言いたいことは、15日が、りょういちくんバースデーですよ、と。ありがとうございます。はい。で、して、しりゅうくんは？ちげえ。しりゅうくんは？しりゅうくんは、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 なんでしょうね。アピール、ほら、アピール。先月、二十歳になりました。成人を迎えました。これのまとめが取れないや。はい。そうだ、シリュウの二十歳のバースデーもまだ受け付けてますよ、とお祝いをね。はい。あ、じゃあ最後にゲイイチくんの、ゲイイチくんはだいたい3万円です。いやいやいや。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。君がいる世界を